頃の後半から半分か何言ってるか分かんない A メロから A メロの半分からサビだ。ごめんね。半分から。半分。はい。タカタカトコトコトコダラ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 。最初のサビが頭ちょっと走ったんですけど、ルハンが。で修正したじゃないですか。その走ったぐらいでちょうどよかった。覚えてないよ。それ最初に比べて柔らかくなってんすか？なってますね、ずいぶん。新庄さん、なんか煮込んだ豚臭いっす。俺が煮込んだおかげですから。もうちょっと反らそう、はい、自分では反らす気持ちで、はい、自然は前で、下向かない、はい、プロレスじゃねえんだからさ。なんすか、カメのおさん。あれ神がかったのもうねえのかな、慣れちゃうのが嫌だな。まあ一発目だから、まあ、そうそう、もう一発いきますか。じゃあもっと辛い時に多分出ると、もう一発、もう一発、一発目だから、もう大巻きな感じだったけど、一発目だから、もう一回、もう何プレッシャー感じだ。あ、譜面のやつ。いや、もっちゅうい、マジで。すごいいいよ。気持ち悪い、本当に気持ち悪い。やめて、本当やめて。嘘だよね。気持ち悪いよ。一ついい、それの動きの方がだいぶ気持ち悪いんだよ。そのルーズ感っていうのを狙って出せたら、それもあれだよ、唯一無二になるんで、そういう考え方も必要だと思う。最後2発どこ行っちゃったんですか？インダッシュのところをちょっとベースと2人で聞いてみてもらっていいですか？はい。自分がポイントにしてるフレーズがあって気になってる、うん、でそれのせいでなんかハイハットとギターのこのなんだストロークとかがすごいずれるんだよ。で繰り返し、うん、で色が出るよねこちらもね。トイレぐらいそっと言ってくださいよ。じゃあゴロちゃん、なんかピカソの本当のフルネーム言えると。本当パブロ・フランシスコ・ディエゴ・ホセ。これが結構です。わかりました、はい。
で打ち頃もっと過酷になってるんだよ。表打ち。Ha ha ha!